宮野内先生と助手のお父さんと今日はなんだべかんだべなんだべかんだべなんだべかんだべはぁ、今日はタカラトミーのおもちゃを親子で遊ぼうモニターキャンペーンで当たったゾイドを作りたいと思います。いつもより大きい箱で、じゃあ早速作って遊んでみよう。まず一つ目はゾイドのギルラプターデノニクスを紹介します。こちらの方を作りたいと思います。しかも持ち出すそうです。じゃあ早速組み立てちゃおう。早速開けてみたいと思います。あ、マインクラフトみたいです。マインクラフトの穴、中身に入ってたのは、はじめに開けよう S パックと博物パック A と B が入ってました。それとモーターがついてました。じゃあ早速作って遊んで会おう。最初は福伝の書を読みながら作っていきたいと思います。今はこんな感じです。最初は初めに開けよう S パック、あ、はい、早速1個目くっつけます。お、くっついた。そして、なんか静かにやっちゃった。じゃあ次は下ら辺で金っぽいパーツをつけます。これで作っていきます。そしてここに入れるっぽい。おお、すごい。あ、口動いた。かわいい。ヒットします。いらしてきたよ。そういう人はいる。男性。早速ぼかしてみたいと思います。お、かわいい。あれと違った。この眼タオスを作ります。ギルラプターとガノータスができました。透明な人形、早いか挑戦したいと思います。スタート。あ、赤の眼タオス、赤の眼タオス、早い。口まで動いてる。こっち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 、最初ボールを作った。ギルラプターボールにしました。ガノータスのお相撲です。とガノータスのお相撲です。力強さはどんたくな。お、ショーンを引きずってます。尻尾ずつ動いてるの分かるかな。
危ねえ。あ、倒れた。すごい、手で動かして。もっとショーンがなわなめてきた。ここまで来たらどうだ。頑張れ。当てちゃった。ちょっとで吸いちゃったね。いや、吸い。お、いけるいけるいける。あ、斜め。すごい。噛みついてる。ボール。今日紹介したのは？今日紹介したのは、タカラトミーの親子で遊ぼうモニターキャンペーンでいただきました。こちらの方、ゾイドワイルドになります。ガノットスの強さが分かってとっても楽しかったです。みんなも作って遊んでみて。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。バイバーイ。明日落ちちゃった。